はい、皆さんこんにちは。今回はですね、エドシーランみたいなビートボックスはどうやってやるんですかという質問いただきましたので、風ですね、エドシーラン風、実際どうやってるのか僕もわからないんで、エドシーランがやってる風な音をの出し方はどうやるかっていうのを説明していきたいと思います。はい、でですね、バスドラと、出す音はバスドラとスネアだけなんですけど、基本ハイハットの音出してるのはあんまり聞かないというか、もう自分は聞こえてないのかもしれないですけど、あんまり出してないと思います。で、大きくスネアの音は一緒なんですけど、バスドラの音が、大きく分けて3つ3パターン多分あると思いますので、それ1個ずつ紹介していきます。はい、まずですね、ちょっと代表曲に合わせて入れますんで、1パターン目聞いてください。ですけども、バスドラはもう普通にですね、口で言うとボを言う時の口ですね。ボ。ちょっと少々適当にやってもマイク通したらそれっぽく聞こえたりしますんで、ちょっととりあえずマイク通すかなんかしてやってみてください。ね、はい。で、あとスネアなんですけど、多分スネアは舌を口の中の上のところに吸い付けて鳴らす音があるじゃないですか、これですね。これでできるだけうの口をして低い音が鳴るんですよ。うの口すると、で口を開くと高い音になりますので、口をうの口にして吸う力を強めにしてください。こうですね。普通にやるとなんですけど、うの口にして吸う力をちょっと強めに、これでスネアですね。こうですね。巻き舌を混ぜる感じでやるんですけど、ちょっと一回やってみますね。普通の巻き舌ができないとまずできないんで、ルーってやつですね。これができない人はちょっとこれから練習してください。で、普通にやったら口、開き気味でやってると思うんですけど、ルーですね。これをですね、これもまたうの口ですね。バスドラなんで低い音出すんで、うの口して息を多めに吐きながら開くと、うにするとちょっと分かりにくいですかね。で、最初にさっき言ったボですね、ボを言う、バスドラのボの音の後にそのまま巻き舌にしてください。これですね。ですね。はい、で3パターン目ですね。3パターン目、こちらは
バスドラのに声を混ぜると言いますか、運ですね、運、文字で表すと運ですね、運です。で、ウェイファーリングストレンジャーでやってるやつですね、あれをちょっとやってみますんで聞いてください。強めに言うように心がけたらバスドラっぽく聞こえると思うんでやってみてください。はい、で3パターン以上になります。で、まあおまけと言いますか、まあエド・シーランは吐息もよく使ってますんで、さっきのとかですね、あとこういうやつですね、こういうやつのもよくやってますんで、すごいかっこいいなと思います、入れたら。でハイハットも僕は気分によって勝手に入れたりしてるんですけど、まあ、自分の気持ちいいようにアレンジしたらいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。でですね、エドシーランはギター叩きますよね。これと併用してビートボックス入れるとすごい厚みが出るんで、やっぱり両方やってみた方がいいかなと思います。またこちらもしっかり練習してください。はい、以上です。では。